全世界に400件以上ございますので、で私自身もまだ100件ぐらいしか行けてないんですけれども、まあ、本当に全て皆様にも行っていただきたいところではございますが、おすすめのホテルを2件ほどご紹介いたします。イギリスにあるロンドンの名門ホテル、リッツロンドンというホテルがございまして、こちらはまあ実際の私の宿泊体験に準じて紹介させていただければと思います。こちらのホテルは1906年に開業いたしました王室御用達ロイヤルワラントを授与されたホテルです。グリーンパークとピカデリーが一望できる街の中心部の絶好のロケーションに位置しております。110年以上にわたって王室や貴族、高官など世界中の VIP に利用されてきました。まずは外観を見ると本当にイギリスの歴史を感じさせる作りでした。歴史感のあるエントランスに入ってロビー、フロントと辿っていくのですが、映画に出てくるようなイギリスのクラシックな雰囲気が満載でした。このホテルの名人物といえばチーフコンセルジュのマイケルさんです。このホテルに45年以上勤務されています。ロンドン内でも名コンセルジュとして有名な方だそうです。客室に入るとものすごく落ち着いたクラシックスタイルで、全てルイ16世様式の美しい内装でまとめられています。実は秘密の部屋がありまして、ホテル内には会員制のカジノバーがあるんです。パスポートを持参すれば宿泊者を特別に入れてもらえます。秘密の扉を通って地下へ行くと、そこは007に出てきそうなカジノバー、カジノエリア、そしてライブ演奏、その別のお部屋にレストランがあります。ここに入ること自体がとてもエクスクルーシブで素敵な体験でした。朝食ですが、メインレストランのリッツレストランにていただきました。レストランの雰囲気がおしゃれな赤色で際立っていて非常に高級です。朝から晩餐館みたいなムードで、ドレスコードも朝食からジャケット着用が必須となります。そしてお昼はランチ代わりにアフタヌーンティーをいただきました。ホテル内にあるパームコートはロンドンでは一番人気のあるアフタヌーンティーだそうです。予約も 2,3 ヶ月前から必要みたいです。ティーソムリエがいて、食べ物に合うティーをいろいろと勧めていただき、どれも美味しかったです。別館にあるバンケットルームをちらっと見学させていただきました。ここにはロイヤルファミリー専用の入り口と豪華なダイニングルームがあり、僕が泊まった数日前にチャールズ皇太子ご一行がお食事をされていたそうです。スイスにございますビルゲンストックホテル&アルパインスパというホテルがございます。こちらは4年ほど前にリニューアルオープンした伝説のリゾートです。このホテルの歴史ですが、1873年に当初グランドホテルとしてオープンして以来、オードリー・ヘップバーンやチャーリー・チャップリンなどをはじめとする著名人、そしてハリウッドスターたちの避暑地としても知られていました。場所はチューリヒから鉄道で1時間のところにあるルッツェルン湖に行き、そこからさらに30分間船に乗って、そこから豪華なケーブルカーで500メートル上がったビルゲンベルクの山の上にあります。このアライバルのプロセスからドキドキして興奮が止まりませんでした。客室に入ってみると、モダンでスタイリッシュなお部屋に加えて景色が最高でした。暖炉に火をつけながら、ミニプールぐらいある正方形のバスタブに浸かりながら、ルッツェルン湖とアルプスの絶景を見晴らすのが至福でした。あとここの売りは、アルプスの絶景を眺めながら入るインフィニティプールです。冬は温水プールなので一年中入れます。プールの下にある1万平方メートルのスパ、ちなみにここは2020年ワールドベストスパデザイン世界1位を獲得しております。この広大なスペース内には様々な人工温泉、サウナエリア、スチームルーム、リラクゼーションエリアなどあって、いずれの場所からも絶景がご覧いただけます。広大なリゾート内にはその他に12軒のレストラン、数多くのブティックストア、9ホールのゴルフコースなどがあります。ミシュラン一つ星のレストランでリッツコフィエ、地元の食材を使ったフレンチで各ディッシュに対して名ソムリエがワインペアリングをしてくれます。とにかくここはおすすめです。本当に言葉では伝えられない部分がございますので、詳しくはホームページ lhw.com よりご覧いただければと思います。ホテルに到着したら必ずホテル館内を案内してもらうか、または自分でホテル内に何があるかをチェックさせていただきますね。それをすることによって、ホテル内で何をすればいいかっていう、プライオリティ、優先順位がつけられますし、
後々あそこに行けなかったみたいな後悔することがないように気をつけてます。それ後々気づいたら、ここあれが有名なんですよって言って行かなかったってなってしまった時とかがやっぱちょっとあって、やっぱりまあ、リーディングホテルだからこそそういうものがやっぱりあるんで、それをしないっていうのは本当にもったいないとつくづくちょっと反省しておりまして、心がけるようになりました。特にリーディングホテルに関してなんですけども、実は本当6月22日に発表されたちょっとしたニュース、これは PR のプレスリリースなどに出していないので、これをご覧いただいている人たちへこっそりお伝えできればと思います。これは全400件の LHW ホテルをお得に泊まれる情報になります。実はリーダーズクラブというロイヤリティプログラムがございまして、こちらにご入会いただくと LHW ホテルに泊まった際に様々な特典がついてまいります。まずは朝食2名様分無料、うちクラスのホテルになると朝食は都内だと1人5000円ほど、ヨーロッパのホテルですと1人当たり9000円近くするところもございます。これが2名2連泊として気がつけば普通のホテルに泊まれるくらいの金額になってしまいます。これが2名さん無料になるのはとても大きいと思います。あとは特典としてアップグレードやアーリーチェックイン、レイトチェックアウトの優遇、そしてホテルによっては追加特典で空港送迎や館内ホテルクレジットなどがございます。また会員限定のプランにもアクセスできます。通常料金より 10% から 20% オフ、3泊目無料キャンペーンやスペシャルエクスペリエンス付きのプランなど表に出ていないプランでご予約いただけます。今まで通常入会費、年会費として米ドルで175ドルいただいていたのですが、これがなんと入会費、年会費無料になりました。175ドルでも1回の宿泊でも元が取れてしまうので、それがさらに無料でこれだけの特典がついてきてしまうんです。こんな美味しいニュースは最近他にはないかと思います。コスト一切なしでこれだけの特典を、例えばパルスホテル、大倉東京、帝国ホテル、ハレクラニ沖縄、そして海外にある400件以上の LHW ホテルでその特典を味わってみませんか。詳しくは LHW.com からリーダーズクラブをご覧ください。やっぱりある程度ホテル、行き先のホテルの周辺や観光地の地理の感覚をつかんでおくっていうことはすごく大事だと思います。それをすることによってやっぱりその旅の行程がスムーズに行く一つの要因になるかと思います。行き先の言語の、まあ、挨拶程度の言い方はちょっと覚えてもらった方がいいかと思います。なんか異国で初めて喋る言葉が相手に通じるほどの喜びは僕はないと感じてるんですね。だからそれも一つの旅の醍醐味かなと。事前にその国で使われているアプリですね、それを調べてダウンロードしておくことはちょっと僕は大事だと思います。例えばシンガポールやマレーシア行くとき、配車アプリでグラブっていうアプリがあるんですけれども、これ前こっちでいうウーバーみたいなものなんですけれども、特にマレーシアとかタクシーが全くなくてですね、この配車アプリないと本当移動がすごく困難でした。本当に配車アプリなので、もう支払いも呼び出しとかも配車も全てワンタッチで行けてしまうので、登録しておくだけでだいぶ違います。はい、食いつきどころって何かありますか。そのこれがあるからこの国なんだよねみたいなのってあります。例えば僕だったらその食とにかくワインと食が美味しい、だからあんまりまずい国は行きたくないみたいなのがはっきり言って、そうね、それはある。食事がまずい国困っちゃうなみたいなね。まあ大体ねヨーロッパ美味しいんですけど。美味しいし、うん、私はねホテルありきの、じゃあ滞在型、地域は決めといて、ホテル見て良さそうじゃん。そうだね。と、そこにしようか。そう。まさしくトラベリングゴージャスの会社ね。もう鏡のような、そうですよ。モデルケースね。コンセプトに、コンセプト。ぴったりのホテル滞在型の。そうだね。そうよ。大人女子にはホテルは大事、うん、大事ですよね。ある程度この旅の予算の大部分をホテルに使ってしまったとしても、うん、ホテルは大事、うん、やっぱり今更
バックパッカー的な宿には泊まれないので、体力回復っていうのも大事な要素なんですよ。やっぱり中高年の女性には。旅するにあたってね。基本的には、まあ、その時の、まあ、例えば荷物が多いとか、ちょっと体調があまり優れない時とか、もちろんタクシー使っちゃいますけど、基本的に普通の状態ですと、空港から市内まではシャトルバスか、まあそういう地下鉄とか、なんとかトレインって言われてるのは、いわゆるね、ネックスとかみたいな、ああいうものをこう使って行って、でさすがにその中心部ついてからでかいスーツケースメトロとか乗れないんで、さすがにそこからはタクシー使っちゃいますけど、ハンドキャリーとかなんかこう、ブリーフケース一つであればもちろん地下鉄でバババッと普通に東京のようにメトロで行っちゃいますね。あ、もちろん タクシー高いですけど、本ほどタクシー代って日本って結構やっぱりタクシー代ってまだ高いんですよ、世界の中でも。もうロンドンも高いですけど、ロンドンとニューヨークも高いですけど、タクシー代ってまあ使っちゃっても1メーター2メーターそんなにいかないし、逆にそのロンドンなんかはロンドンのチューブって結構一区間の金額って結構高いんですよね。高いですよ、ロンドンは。一区間で500円600円みたいな。で、まあもちろんそれよりタクシー代はちょっと行くんですけど、その場その場によりますよね。あとやっぱり荷物があるないってなんか大きいですよね。そう。なければ地下鉄ガンガン使っちゃいますけど、ロンドンはメトロ使うのはワンデイパスとか持ってかないと損しちゃうっていうか、で国鉄の方もやっぱり高いし、ロンドンというかもうイギリスはもう鉄道代がやっぱり高いなっていうのがあるので、場合によってはタクシーの方が安かったりするっていうか、香港とか、まあ、シンガポールもそうです、東南アジアとかだと、日本の物価に比べたらやっぱタクシー代ってものすごく安いですね。やっぱ今日本は高いってありましたけど、だから結構気軽に乗れちゃうっていうか、タクシーに、気軽になりますね、はい。だから目的の場所か、なんか最寄りの電車の駅、地下鉄の駅から結構離れてたりするときは、もうドアトゥードアでタクシー出ちゃったりの方が早いかもしれない、ね、早いし、はい、もちろんタクシーの方が高くつくけど、時間を買うって感じですよね。そうですね。